今日はね、はい、リーダーが富士山を描くっていうの。富士山、富士山を描くっていうから言う、急遽、もう、もうほぼできたんだよ。急遽呼ばれてさ、はい、富士山描くぞっていう。すいませんね、もう忙しいところ。こっからどうするんですか。炙りだよ。炙り、今流行るよ。今流行ってる、今ブームの。もうあれだもん、サーモンとか炙るのはもう古いからね。山岳ね。これを撮ってみたら分かる、ね、分かる。じゃあ釘外すよ。はい、まあ、ドキドキする。うん、あっち釘触った。あっち、いや50回だ。あっついわ。リーダー、そんな積もった？あ、ごめん。熱かったですか、先生。あっついの釘ね、溶けるわ、これ。熱いっすよ、絶対。どうしよう。知ってたんですね。もうちょっと、もうちょっと置くか。いや、硬いって。いや、今、ガーってやって、あの、スクーターを積んだ時も。それの後遺症じゃないですか。いや、痛かったんだ。五十肩は、うん、アルミホイルもあるんだ。アルミが溶ける溶ける、うん、薄抜きでいいんじゃない。外してみてだね。そうですね。お、お、え、こうかい。お、お、お、すごい。あ、うん？あ、すごい。山だね。山だ。あ、山だわ。めっちゃ遠くから見たらかっこいいっす。遠くから見たら山だよね。すごい、すごい、どう、すごいっす。あ、すごいわ。画面してみたらすごい、なんかすごい芸術だ。書けるかな。メルカリだ、メルカリ。メルカリですか。メルカリだわ。すごいね。うん、そうですね、うん、大成功で1万円。なんかあの残雪にも見えるね、ここら辺のがね。そうですよ、イメージは。いや、そうなの。いや、マジで、だってほら、てっぺんの方焦がさないように白くしたの。え、思った以上のクオリティだったんですね。うん、ちょっと鳥がね、分かりづらいけど。え、そうっすか。可愛い鳥飛んでる。可愛い鳥飛んでる。2万円値段上がっちゃう。